マリア・サルビアティは、ジョバンニ・デレバンデ・ネーレの妻、ヤコポ・サルビアティと、ルクレツヤで、メディチの娘として、フィレンツェで生まれた。1516年にジョバンニと結婚し、1519年に、長男・コジモを産んだ。1526年11月30日に、ジョバンニが死去し、息子、コジモを、シピエル・フランチェス・コ・リッチオと共に、ベネツヤに送り、 翌1527年5月のローマ合略及びメディチケがフィレンツェから追放された後、マリアもベネツヤアの息子の元に向かったが、1530年にメディチケはフィレンツェの統治を取り戻している。1533年9月にはローマ教皇クレメンス七世の遺行により、カトリーヌド・メデシスに従い、マルセイユに向かっている。1537年、フィレンツェ公。 アレッサンドロ・デ・メディチが暗殺され、息子・コジモがフィレンツェコを継承した。1543年12月12日にマリアは死去し、サン・ロレンツオ聖堂に埋葬された、マリアと幼いジュリア・デ・メディチ、ポントルモが、ありがとうございます。